7月18日は、グレゴリオ歴で年始から199日目にあたり、年末まで、あと166日ある。ローマ大火。画像は、ヘンリク・シェミラツキが、ネロの大明。ネロは、火災の原因を、キリスト教徒に返し弾圧したとされる第四次イタリア、戦争、ソ連との戦い第二次徴収政党始まる。アドルフ・ヒトラー、我が闘争上官が観光。 第40回衆議院議員総選挙。日本社会党の惨敗と自由民主党の野党転落により55年体制が崩壊米印資源資力協力合意。画像は、翌2006年のマンモーハン,シンインド首相と、ジョージ・ W ・ブブッシュ米大統領物理学者、生物学者、ロバート・フック誕生。自作の顕微鏡でコルクを観察し、 見出された構造にセルと名付けた哲学者、イマヌエル・ヘルマン・フィヒテ誕生物理学者、ヘンドリック・ローレンツ誕生。オランダ政府は7月18日を、ローレンツの日としている。右画像は、特殊相対性理論の基礎となった、ローレンツ変換アパルトヘイトを集結させた、南アフリカ共和国の政治家、ネルソン・マンデラ誕生。バロックの画家、ミケランジェロ・メリージ・ボツ。 画像は、果物加護を持つ。少年画像は、キリストの埋葬ロココの画家アントワーヌ・バトーボツ。右画像は、シテール島への船で作家ジェーン・オースティンボツ。右画像は、晩年を過ごした家ニューヨークで発生したスモッグ。ありがとうございます。